やっぱ学校とは違うし、家とでは違うしっていうような感じの、まあ、地域の居場所みたいな感じになったらいいなって思ってます。お弁当じゃない時はどんな活動されていらっしゃるんですか？食事ができるまでの間、ここでまあ宿題したりとか、あと塗り絵とかパズルしたりとかで、学生のボランティアさんが来てくれてる時はそこでまた遊んだりとか、食べ終わった後は紙芝居したりクイズしたりしながら帰ってもらうっていう感じかな。献立作りの中で気をつけてることとかありますか？季節のものを取り入れることに気をつけてます。このお弁当をどんな風に味わってほしいと思われますか？美味しくみんなで食べてもらえたらなと、はい、思います。お弁当好きなおかずありますか？エビフライ。ご近所のお友達と一緒に来させていただいてて、クイズとかあと紙芝居とかを子どもたちも楽しみにしていて、で私たち大人も楽しく過ごせるのでとてもいいなと思います。いろんな世代の方が来られてみんなで和気あいあいとできる場所だったらいいかなと思います。で安心してねここに来れる。で私はやっぱり子どもさん一人でも入れる場所ってなかなかないのでね、地域の中にちょっとなんかしんどい時とかちょっとこう時間持て余しちゃったけど行ってみようかなって思うような、なんかそんな場所になれたらいいなって思ってます。